こんにちは、グッピーコツエです。近々ですね、娘のキャンプデビュー兼ねて、まあ、コテージキャンプみたいなものにちょっと出かけてみようかなと思うんですけども、足りないものとかいろいろあると思ったんで、ちょっとこの間セリアに行ってきました。セリアがむっちゃ、もうほんま目つぶるぐらいめっちゃすごいことになって、これあったらなみたいなものがちょっと揃ってたので、ちょっと爆買いしてきました。ダマでの袋に入れてきてしまったんやけど、ほんますごいから、セリアほんますごくて。ではまず実用的なものから。まずはですね、こちらのステンレスカナダワシですね。いろいろね、焚き火台をガコガコ洗ったり、鍋をねちょっとゴシゴシ洗ったりとかするように、プラスあとこれトンボのタコ糸、なんかちょうどいい長さのやつがあったので、鶏の丸焼きをちょっと久々にやってみようかなと思って、はい、トンボのタコ糸を買いました。ハサミです。このクマちゃんのカバーのハサミすごい気に入ってて、1個もう自分でも持ってるんですけど、あのちょっとね、クマちゃんの部分がなくなってしまって、でもねやっぱね、キャンプ行く時ってこのカバーがあった方がすごいいいなって感じなんですよね。なのでちょっとクマちゃんのハサミを買い足しました。でもなんかソロ用のケースにもこのクマちゃんのハサミすごい良くて、あの入れてたんやけど、なんかソロ用のケースに最近ちょっと物欲がちょっと蘇ってきて、ビクトリノックスのハサミがついてるナイフをちょっと買っちゃったんで、ちょっとファミキャン用のボックスに入れようかな。ゴムベラでーす。キャンプとかで全てそのカレーとか例えば作ったとしても、そのまま全部を炊事場で洗うのってあんまり良くないかなと思って、取れるだけこういうので取ってしまってから洗った方が、さらにこの取り外せるやつがいいなと思って、でこれだけ持っていこうと思って、はい、これはまあもういいわ。これあった方がええんかな、めっちゃ悩む。うん、なんかいらんような気もする。まあいっか、一応ファミケン用のボックスはちょっと大きめなのでこのまま入れようかな。これわかります？蚊を寄せ付けにくくする編み込み虫除けブレスレット、香りで虫除け、まあ、茶色タイプとちょっとベージュタイプみたいなやつがあって、結構かわいないですか、これかわいいなと思って、まあ自分の分買って、でもほんまに避けれるかどうかは全然わからへんねんけど、まあとりあえず自分の分だけ買って、でも絶対こういうのってしとったら、そういうのあんなんとか聞かれて、これ買いおけれんねんでとか言ったら、欲しがるやろなと思って、ちょっと一応買っときました、しゃーなしで。あ、すごい、これあれやな、シトロネラの匂いする。あ、よけれそう、あ、よこれそう、これだって100、なんかちょっとそれに皮の匂いを混じって、またちょっとそれもいい感じやん。しかも結構さ、なんか可愛いないですか。で、この色2種類買いました。不幸な勢いでシトロネラの匂いするから、もうあと2個ぐらいをこういっぱいかけてもよかったかもしれへん。はい、続きましてこちらです。ミニのフライ返しが出てました。すごいな、セリア、これこれやばいよな、絶対買うやん。これ折りたためんねんで、ほんでそう、ここをこうちょっと一回引っ張ってこうやって折りたためみたいな。ほら、めっちゃちっちゃく折りたためる、最強。はい、あとこのほうきとちりとりミニのやつね、これは結構テント内とかをこう掃除するのに絶対いると思うね。まあ車のシートとかもね、まあ、掃除機ほどじゃないけどみたいな。で多分娘が最近あの赤ちゃん用のせんべいを食べるようになって、だからすごいこれいるかもしれへんなと思って。大きい&ちりとりね、色がいい感じ。そしてこちらも視聴者さんから教えてもらって見つけました。ステンレス鉄キザルなんですけど、これがなんとシェラカップにぴったりらしいのやんか。これまあまあチャムスのシェラカップやねんけど、まあこれにぴったりやし、ちょっとね深いこちらのベルモントのシェラカップとかやったら、ちょっとなんていうの、浮く感じだから、一人分のそうめんとかめっちゃええ感じかもしれへん。食べたい、これとこれでそうめんとかめっちゃいい感じ。まあこれは普段使おうと思って買ったんですけど、あれこれステンレスストローっていうやつで、なんかプラスチックのストローが廃止されていってるじゃないですか。紙のやつを買おうかなと思ったんやけど、でもなんかステンレスってもしかして飲んでる時に冷たいんちゃうんと思って、ちょっと試しに買ってみました、うん、ちょっといいか悪いか分からんけどな、なんか味とかしそうやし、ちゃんと飲み物が中で何回か洗っても中で詰まったりせえへんのかなっていう不安と、あと熱いもの絶対飲まれへんっていうね。もう熱いもの飲んだらもう熱っ熱っ熱っ、もう絶対なるから、絶対危ないから。スキレットカバーでーす。カバー、これさ、スキレットカバーってさ、なんかダイソーかどっかの100均ライター
のカバーをスキレットにフィットしますよみたいなんで結構流行ったじゃないですか。やのにもうセリアにちゃんとしたそれが売ってるっていうすごさ、やばい。見てロッチのスキレットにめっちゃいい感じ。あとはちゃんと熱くなかったらめっちゃいい感じやな。すごい、めっちゃ可愛いやん。しかもおお。そしてお皿系でーす。やっぱセリアのお皿めっちゃいいしね。いろいろ買ってみました。まずこちらですね。まあ映える料理が思いつかないんですけど、なんかちょっとねキャンプ柄みたいな感じでいい感じ。でも買った後で思ってんけど、ちょっとなんかねワンちゃんのなんかお水を入れる感がすごいなと思って、なんですけどまあまあ使いやすそうやしね。まあこれは買い足しなんですけど、こういうステンレスの食器プレートをいっぱい買っときました。なんか結局やっぱり紙皿ってやっぱすごい風とかで飛んじゃうしね、あんまり好きくなくて、家族とかで行くんやったらこれがすごい便利やしね。もうこんだけ何枚買った、8枚かな、8枚でこの薄さやからさ、まあいいなと思って。であとはこの、まあ、お刺身醤油とか塩とかやる、なんかこういうちっちゃいやつが意外といろんな味で食べたいから意外といるから、はい、買っときました。でこれはすごい悩んでんけど、四角いやつで2つなんかタレを入れる場所がついてるやつで、ステンレスのやつがあってんけど、結構な角が多かったらそこに汚れが溜まったり油が溜まったりするから、ちょっとね油汚れが取れにくかったりするんちゃうかなと思って、もう丸いちっちゃい方を2つ買っときました。これもねなんかねちょっとしたキャンプ柄みたいなのがついてる感じで、あとはなんか焼き鳥とかなんか仕込み用にこういうバット的なものも2枚買っときました。まあ、ここに焼き鳥をバーって並べたりとか、なんかそういうだけでなめっちゃテンション上がるし、あとなんか固形燃料とかポケットストーブとか使う人結構こういうのね使ってますよね。これの上に、まあ、テーブルが焦げたりするのを防いだりとか。でもその場合、まあ、ポケットストーブとかやったらこの半分の大きさのもあるって感じです。いやーめっちゃ買ってしまった。でさらに最後めっちゃ魅力的なやつがあって、じゃーん、これお皿を束ねるやつ、わかります？これ、え、これずっとさ私さセリアのさバンダナを塗って使っとってんやんか。これ出たんと思って、ね、そう、私ずっとこんな感じでバンダナをこんな感じで使っててんやんか、塗って。でもこれがあったらめっちゃいいわ。若干っていうかかなり文字は伸びてんねんけど、いい感じ、いい感じ。もうこれ待ってたよ、ほんまにめっちゃ嬉しい。そしてバンダナは本来の使い方ができていい感じでございます。はい、ということでセリア購入品でした。この動画がちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるのでそちらのフォローもお願いします。ではではでは。